こんにちは、市村正樹です。たくさんの YouTube 動画を作ってますけども、ちょっと一個言っておこうかなと思ったことを喋ります。一応知っといてくださいってこと。まあ、自分で動画を YouTube で公開してない人はいろんなシステム知らない場合が多いですよね。まあ、ともすれば自分で動画公表してるのに知らない人もいるとは思うんだよ。うん。なので、まず僕の動画のコメントっていうものはここ数年間確認のため保留中にしてるんですよ。それは読み逃すコメントが出てきちゃうから。一本僕の動画あります。で、どなたかがコメントを書いてくださいました。そうすると僕側からは YouTube に入れば一番上に誰かがコメント書いてくれた文章が出るわけで、次に最初に書いた人 A さんだとして、今度 B さんがその A さんの下にレスポンスとしてのコメントを書いたときに、僕が YouTube のチャンネルに入って確認したときに一番上に出てこないんですよ。下の方に行っちゃうわけ。だからどなたかがどなたかにレスポンスをした言葉を僕が読み逃す可能性があるから、それがないように全部のコメントは一回確認のための保留中にしています。で、それを僕が許可ボタンっていうのを押すと、一応社会的に皆さんにも公開されますっていうシステムを取らせていただいています。と、これをブロックと勘違いする人がね、なんかいるらしいんですけども、例えばブロックされてる人っていうのは書き込みをしても書き込みができるわけよ。で、自分でも書き込み終わったって自分目線でも表示されるんですよ。でもブロックされている場合は、それは社会的に自分以外の他の皆さんには見えてないわけ、表示されてないわけ。それがブロックシステムなわけ。 YouTube で動画を公開している人で知らない人がいるんだったら知っといた方がいいよってことを言うと、ブロックというシステムにはあんまり利点はないんですよ。ないんですよ、僕が思うに。ブロックあんまり意味ないの。ブロックされた人は気づかないまま、でも社会的には公になってない。都合いいじゃないか。うん、全然都合良くないです。良くないですよ。ブロックされてる人がいます。何かの書き込みをします。表示されます。俺ブロックされとるんちゃうか疑ってる人は一回ログアウトをして、もう一回その動画を見に行きます。そうするとさっき自分が書いたコメントが表示されてません。もしくはインターネット喫茶行ってその動画見ればわかるわけですよ。で、さらには現代では ID をたくさん複数持ってる人がいるでしょ。こっちの ID、あっちの ID、こっちの ID、コロコロと変えながら操作をする。チャンネルの ID 切り替えて別で見に行けば、それはブロックされてるかどうかがバレちゃうシステムなんですよ。一人の名前の人を ID をブロックしたとて、その人は他 ID 作ったり、この ID 捨てたりとか自由自在に他へ行けるわけだから、一個のハンドルネームブロックしたって無駄なんですよ。だからブロックシステムというそのものをする意味はあんまりないんですよ。まあね、昔はね、明らかなスパムとかいっぱいあったし、昔は僕もブロックとかしてましたけど、タブフくれ、タブフくれって人が昔いっぱいいたのよ。ね。今でも外国の方に多いです。ギブミータブフは。動画見せてるんだから、メコピしろよって話なんだけども。まあまあ、そういうのはまあ、あえて表示させたりもしてますけどね。根本的には僕は、それが表明されたらあなた犯罪者ですよっていうコメントを書いてくるような、例えば、さしすせその二文字目で、何ぬねのの四文字目。その二文字を書いてくる人は、その人が犯罪者にならないで済むように、公にはさらさないでおいてあげてます。もしくは、僕にじゃなくて、他の誰かに対しての悪口を書いてくる人。それは俺にも関係ないし、で、保留にします。そこにおいてね、ブロックしちゃうとさ、その人がその後何を言ってきたのかどうか確認できないじゃないですか。だからブロックってあんまりいいシステムじゃないんですよ。ある意味では、証拠。なんかの時の証拠物件として、それはね、
残せた方がいいわけですよ。要するに脅迫めいたことを書いてくる人もいるし、意地悪なことを書いてくる人もいると。それを表明するべきかどうなのか、まあどっちにしようかなみたいなものは、こう、少し溜めっぱなしにしてます。決してはあげません。魚拓も取ります。だからまあ今、例えばパッて見ると、こう、11個ぐらいなんか溜まってたりもするんだけど。で、例えば今、ブロックのページをポッとこうやって開くと、これブロックしていいでしょ？皆さんどう思います？これはブロックしていいでしょ？この、個人名の名前も嘘は嘘やしさ、その、他の人たちこういう、一個のスパムだからさ、これはブロックしてもいいでしょ？そう思うでしょ？ね。僕が、皆さんの全員の書き込みを見逃すことがないように、保留システムというものを選んでいます。その保留システムっていうのはどうなるのっていうと、ブロックされた時とまるで同じ表示になるわけ。だから、その自分がブロックされてるかどうかを疑ってる人がわざわざ別 ID でもう一回その動画を見に行ってみれば、ブロックされてる状態と同じ状態に表示されるわけよ。ブロックしてないのに。そういうことは一応起こってるんだけども、もうね、自覚してようと自覚してなかろうと、人を罵倒するような言葉をインターネット上に書くような行為のね、そんなとこに行ってたって人生は明るくならないよっていうね。だから誹謗中傷でなければ、罵倒でなければコメントは書いてください。待ってます。まあ、質問上手になってほしいけどね。何言っとるかわからん人がたまにいるし、そんなこんなで、心優しい皆さんは楽しいコメントください。待ってます。じゃあね。